さすがの目利きですな。どうかクロード様、友をお助けください。恐ろしいカラスの妖怪。あなたは、まさか伝承のクロード様。天狗だ。私は百万の弓だよ。ありがとうございます。大綱の村にいたところ、幾千ものカラスと妖怪が現れたんです。俺の船があります。どうか村をお救いください。このご恩決して忘れはいたしません。天狗が行くところ、カラスの姿あり、そして破滅をもたらすのだ。天狗は思いのままに姿を現し、人を操る妖怪。人の夢にするりと入り、心と魂をかすめ取ると言われている。砂の村に着いた。しかし一目見てわかる、村は死の影に覆われていた。ありがとうございます。恐ろしかった。ありがとうございます。川の向こうにも仲間がいます。いるだけもらっておけば。あの妖怪とも話してました。知らない言葉でしたが、恐ろしい響きで、聞き取れたのは一つだけ、ハンニャ。
天狗は古寺から来たようです。それとほらほらにはお気をつけください。かくしてクロードは山を目指す。民を苦しめる天狗を止め、皆を恐怖に陥れたほらを見つけるために。行くよ。何も知らぬまま進もうというのか。民は怒っている。この島も怒っている。天狗が体を得たことで直に我の再来が知れ渡る。民はその知らせに震え上がることである。こっちに来て。こっち。森の遠くに寺がかすかに見えた。クロードは道を急ぐ。天狗の生まれる地を探すために。ついに洞にたどり着いた。中から大きな力を感じる。とてもまがまがしく人の断りを超えた力を。天狗が破れ平穏が訪れたかと思いきや、クロードの前に小次郎が現れた。かつてアシュラに気に入られた。だがイオの呪いはアシュラの力をも超えている。Yeah.
次郎が切られ、天狗を操る力は失われた。こうして大綱の民に安らぎが戻った。しかし天狗のことはさらなる災いの前触れに過ぎない。Oh!